ための吉武の投球はというところになりますと、うん、やはり勝負はシュートじゃないですか、まあ、これはねでもね難しいんですよね。内野手がこれボテボテだったらホームですからダブルプレー取れないんですよね、あまりに打球がこう勢い弱すぎたりとかね、佐竹がまだ足がね、まあまあ速い方ですからね、いろいろそういった、まあ、運不運というのもあります。もちろん、まあ、外野陣は浅めになって、そして内野陣も前に出ています。今当たりましたよね、デッドボールです。押し出しのデッドボール、今のはね肘を出しましたよね、避けたような感じにはちょっと見えなかったですが、これはね肘を前に突き出してますからね、しかもレガースがありますんで、それほど痛くもありません。まあ、審判の判定としては押し出しデッドボールで貴重な1点が楽天には入りました。ある意味ね、楽天からすればないファインプレーですよ、佐竹の。ただね、これホークスも抗議いかないですよね。そうですね、ワンアウト満塁がなお続いてバッターボックス沖原、まあ、1点も2点も同じという話をしているところで思わぬ形での1点が楽天に入りました。